こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は唐突ですがリリースから3日目、なんとゲトメアとコラボが発表されました。はい、ということで、まあ、ゲトメアがね、一体どんなゲームなのかっていうのは皆さん、まあ、お分かりの通りなので、まあ、遅かれ早かれこのコラボはね、来るとは思ってたんですけど、これが想像以上に早かった。うん。ということで、お知らせに来てます。テレビアニメ、フェアリーテイルコラボイベント、開催決定！11月1日15時より、テレビアニメ、フェアリーテイルとのコラボイベントを開催いたします。ということで、まあね、ゲトメアやってる方の大半の方はフェアリーテイルもね、見てきてる方が多いと思うんで、このコラボで、まあ、起爆剤となってですね、まあ、さらなる発展、まあリリースに火がつけばいいかなっていうところはあるんですけど、はい。で、まだ詳しい内容とはね、まだ発表されていない状態ではあるんですけど、まあ、少なくともここで見る限りでは、フェアリーテイルのキャラクターたちがナイトウォーカーとして登場。だから、まあガチャだよね。完全に多分基本的に、まあ、ね、主人公メインキャラねが全部出るとは思わないけど、まあどうなんだろうね。イベント配布でおそらく、まあキャラのこの、まあ例えばこの4人のうちの中だったら、この4人中3人がガチャ、1人がイベントのでドロップするとか配布されるとか、そういった形になるんじゃないかなとは思われるんですけど、うん、ナイトウォーカーとして登場って書いてあるからね。うん、まあ、この辺も期待というところと、あと、まあ、この赤字で書いてあるところ、限定ナイトメア。うん、まあ、フェアリーテイルコラボにちなんだ、まあ、ナイトメアが登場するということでしょうし、それから各種育成アイテムを獲得できるイベントという風になっております。イベント内容の詳細については、イベント開催時、11月1日だね。で、これメンテナンスがちょっと長めになってるんだよね、これ。10月31日の23時50分から11月1日の12時まで、なんと約12時間のメンテナンスを行うので、まあこれも注意だね、合わせて。で、まあ気になるのは、おそらくこれ各種育成アイテム獲得できるイベントって書いてあるんで、今現状だとね、リリースから3日しか経ってない現状だと、ランクアップのタリスマンがめちゃくちゃレアアイテム扱いになってるんだよね。基本的には今のところ課金しか入手する方法がなかったり、まあアリーナの報酬にもあるんだけど、まだそんなにポイント貯められないので、さすがに3日じゃ貯められないので、まあ、それを考えるとランクアップのタリスマンが、まあ、イベントの、まあ、例えば、まあ、よくあるスマホゲーの流れで言うと交換所とかね、そういったところに配置されて設置されているとすごく、まあ、いいんじゃないかなと、多分そういった形式なんじゃないかなと思うんだよね。うん、このゲームショップとかっていうシステムがあるから、まあ、そこにイベント用の特設ショップ交換所みたいなのができて、そこでなんかイベント周回してポイントを集めて交換みたいな、そんな感じになるんじゃないかなって思うわけどね、他のスマホゲーを見るとね。はい、そこにランクアップのタリスマンがあったら非常に助かる。イベントのたびに一つずつとかね、そういった感じで配布していけば、まあ無課金の方でも、まあ安心して楽しめるんじゃないかなっていうところがあるんで、まあ何にせよフェアリーテイルコラボ楽しんでいきましょう。で、またね、これ実際イベントが始まったら攻略とかね、効率のいい周回方法とかそういった動画も出していこうかなと思ってるんで、ぜひよろしくお願いします。といったところで、今回動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方は、ぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。